極みという言葉が象徴的。翔くんの手書きメッセージにファン涙。岸優太さんへの愛が深すぎる、ナンバーアンダーライン愛、翔くん、岸優太さんの誕生日を0時に祝う。二人の絆の深さにファン熱狂。平野翔さんの愛はいつもどこか特別で、彼の仲間への思いやりや気持ちがストレートに伝わってくる。その中でも、岸優太さんへの愛情は格別であり、 今回の岸君の29歳の誕生日も例外ではありませんでした。SNS 上での一連の投稿やメッセージは、2人の絆の深さを改めて感じさせるもので、多くのファンがその温かさに心を打たれました。特に今回注目を集めたのは、翔君がインスタグラムのストーリーに投稿した内容です。日付が変わってすぐ、つまり0時に岸君へのお祝いメールを送り、その後に投稿されたインスタストーリーは、 まるで一緒にその瞬間を過ごしたかったかのような思いが伝わってきます。大事な人の誕生日を最初に祝うというのは、その相手への深い尊敬と愛情の表れ。翔君にとって、岸くんはそれだけ特別な存在であることが明らかです。その投稿には、手書きのメッセージや加工が施されており、細部にまで心が込められているのが伝わります。手書きというのは、 デジタルの時代において非常に個人的で温かい表現方法です。時間をかけて自分の気持ちを表現するという行為自体が、その相手をどれほど大切に思っているかを示しています。翔くんがこのような手書きのメッセージを選んだのは、岸くんへの特別な感謝と敬意を示すためだったのかもしれません。手書きで描かれたハートや、極みという言葉の使い方からは、彼の中にある岸くんへの大きな愛情があふれているように感じられます。 そして、その、極みという言葉は今回の誕生日の中で非常に象徴的な存在となりました。岸くん自身がありがとうの極みと言い、翔くんもおめでとうの極みと返す。その言葉遊びのようなやりとりには、二人の間にある深い友情と愛情が詰まっています。極みというのは、普通の言葉では言い尽くせないほどの思いを表現するものであり、翔くんにとって、岸くんはその、 極みそのものもと言えるでしょうまた、SNS に投稿された写真を見ると、まるで家族写真のような一枚が選ばれていました。この写真選びには、岸くんをまるで、お父さんのように感じるという翔くんの思いが込められているのではないでしょうか。彼にとって岸くんは、ただの先輩や仲間ではなく、頼りにできる存在であり、心から信頼し、甘えられる特別な存在なのです。 その写真を選んだという事実だけでも、岸くんへの尊敬と愛情がどれほど深いかがわかります。さらに、ファンたちもまた、この二人の特別な絆に感動し、SNS 上で数多くのコメントやメッセージを送りました。翔くん、岸くんへの愛情表現が素晴らしい寝る直前にこの愛を感じられて幸せなど、その愛情の極みに感動する声が多数寄せられました。彼らの関係性は、 ただのアイドル仲間という枠を超え、まるで家族のような温かさと絆を感じさせます。翔くんの手書きのメッセージは、ただの表現ではなく、その一文字一文字に彼の気持ちが込められているようでした。忙しいスケジュールの中で、わざわざ手書きでメッセージを作り、それを投稿するというのは、簡単なことではありません。だからこそ、その行為自体が特別であり、岸くんへの深い愛情と敬意を感じさせます。 ファンの中には、寝る直前にこのメッセージを見てさらに寝られなくなった、という人も多かったようです。それほどまでに、翔くんの愛情は多くの人の心に響き、温かい気持ちを共有することができました。そして、忘れてはいけないのは、神宮寺ゆ太さんの存在です。彼もまた、この特別な日を一緒に祝福し、極みという言葉を使って騎士くんへのメッセージを送っていました。 この三人が揃って、ナンバーアンダーライン愛として騎士んを祝福する姿は、まさに彼らの友情の極みを象徴するものであり、ファンにとっても忘れられない瞬間となったことでしょう。ナンバーアンダーライン愛というグループは、ただ一緒に活動するだけでなく、お互いを深く理解し、支え合う存在として成り立っています。今回の誕生日祝いは、まさにその関係性を象徴するものであり、 ファンにとっても非常に感動的な出来事となりました。翔くん、岸くん、そして神くんが一緒に過ごした時間や、共に笑い合った瞬間が、そのままメッセージや投稿に込められているのを感じることができます。岸くんにとっても、この29歳の誕生日は、特別な仲間たちからの愛情を一身に受ける素晴らしい一日となったことでしょう。彼がファンや仲間たちから、おめでとうと言われるたびに、その愛情の深さを感じ、 これまでの努力や苦労が報われた瞬間だったに違いありません。そして、そんな騎士君を支える将君の存在は、彼にとっても大きな励みとなり、新たな一年を迎える力となったことでしょう。極みという言葉が、これほどまでに多くの人々の心に響き、感動を与えたのは、やはりその背後にある真実の愛情と友情があったからこそ。将君の騎士君への、極みな愛情表現は、 彼らの関係性の深さを象徴するだけでなく、多くのファンにとっても希望や喜びを感じさせるものとなりました。この特別な誕生日の瞬間は、いつまでもファンの心に残り続けることでしょう。そして、これからも彼らが共に歩んでいく姿を見守り、その、極みな絆を感じられることを楽しみにしています。岸くんへの愛情を惜しみなく注ぎ、彼の幸せを心から願う将くん。 その思いは間違いなく多くのファンの共感を呼び、感動を与え続けるに違いありません。そして、その愛情が彼らの絆をさらに深め、これからの未来に向けて新たな、極みを生み出していくことでしょう。翔くんと岸くん、そして神宮寺くんが共に作り上げてきた歴史は、単なる偶然ではなく、積み重ねられた努力と友情があったからこそ、ここまで深い絆となったのです。この三人は、 アイドルとしての活動だけでなく、何年もの間に培った信頼関係や互いへのリスペクトが、彼らを支えてきたことは間違いありません。今回の誕生日祝いは、その絆がファンにとっても見える形で表現された、まさに愛情の極みだったと言えるでしょう。さらに興味深いのは、岸んへの極みな愛情が、ただの言葉遊びではなく、翔ん自身の感情や心情がそのまま表現されている点です。 日々の忙しさの中で、彼が岸士君への愛情を丁寧に言葉や行動で伝える姿勢は、非常に真摯であり、まるで兄弟のような深い絆を感じさせます。彼らが共に過ごしてきた時間、喜びや苦労を分かち合ってきた経験が、この特別な瞬間に全て凝縮されているように思えます。ファンにとっても、この一連の極み悩りとりは、単に面白いだけではなく、 二人人ののの関係性を通ししてて自分自分身の人生や友情についいも考えるきっっかかけとななたでではないでしょうか私たちは誰かを本当に大切に思い、その気持ちをまっすぐに伝えることがどれほど素晴らしいことなのかを、この2人を通して再認識させられました。翔くんの真摯な愛情表現は、ファンにとっても感動的であり、まるで自分自身がその場に立ち会っているかのような温かさを感じさせてくれます。翔くんが投稿した、 HBD 紫のメッセージもまた、多くのファンの心に残るものでした。その一見シンプルなメッセージの中に、彼の岸くんへの愛情がしっかりと詰まっているのが感じられました。紫色のハートを一生懸命塗り塗りした姿や、その細やかな気遣いは、まさに岸くんへの尊敬と愛情の極みそのものでした。一方で、神宮寺くんもまた、このお祝いに加わり、 三人の友情をより一層引き立ててくれました。ナンバーアンダーライン愛としての彼らの絆は、一緒に過ごす時間の中で培われ、言葉では言い尽くせないほどの強いものとなっています。神宮寺君のメッセージには、岸君への心からの祝福と、2人を見守る温かさが感じられ、その姿勢からも彼の優しさと誠実さが伝わってきました。多くのファンが今回の誕生日祝いを通して感じたのは、彼ら3人がただ、 アイドルとして活動しているだけではなく、互いに支え合い、共に成長し続ける仲間であるということです。そんな彼らの姿に、多くの人々が勇気づけられ、元気をもらっています。彼らが示してくれた友情や愛情は、まるで私たちにとっても希望の光のように感じられ、日常の中で忘れがちな大切なものを思い出させてくれる存在なのです。今後も彼らの絆は、ますます深まり、 新たな形でで表現されていくことでしょう私たちファンは彼らの成長や活躍を見守り続けながらその極みんな愛情を共有していくことができるはずです岸君が翔君や神宮寺君から受け取ったこの大きな愛情はきっと彼の29歳の新たなスタートを明るく照らしてくれることでしょうそしてその愛情がまた彼自身の力となりこれからの未来へとつながっていくことを心から願っています